じゃあバチバチ行こうか、バチバチ行こうか。ポジション、はい、すげえ。プロスピで絶対一番の喧嘩です。鬼嫁を黙らせるにはVIPさんの力が必要や。おい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 、お前らさ、プロスピ YouTuber の時に来てんじゃねえの。正直言って僕は金欲しい。おうちゃんとさ、はい、バランスください。この2試合とりあえず一グループ通り発表させてもらいます。あ、おもろいよ。俺分からんかった。マジハンドリスタイル出場する方は、はい、ということですね、今から審査の方を始めていきたいと思うんですけども、ですね、審査の流れなんですけど、現在17名の方が参加されてるんで、その中から3グループずつに分かれて審査していきたいと思います。その後1グループずつ呼んでいくんで、そこで自己 PR とか全部やった上で、ちょっとまあ面白いなと思った方とかにリアルタイム対戦とかしてもらったり、あともしかしたらね、まあ今ちょっとまだ映ってないですけど、ここにちょっと何か座ってるんですけど、その人たちとやってもらうっていう可能性もありますんで、早速じゃあ紹介していきますか。4代目日本一くらいくんです。いや、自己紹介し、うん、どうもくらいです。嘘やろ。YouTube やってるやん。はい、やってるやん。審査に加わってもらいます。そしてあと2人いるんですけど、もう1人が僕の年齢1つ上のじいさんです。お願いします、じいです。よろしくお願いします。そしてですね、先ほど紹介したこの今回ですね、選ばれた1人が対決する前回のスピーチャンの王者です、オリニックです。お願いします。オリニックは YouTube とかやってないよね。特にやってない。そうやね。だから多分そんなにこうバーって言われへんかもしれんけど、もしなんか調子乗ってるやつがおったらもう言ってくれていいから、はい、俺に勝てんのか、バチバチに。そう、前回の王者やから俺に勝てんの出られへんぞぐらいの勢いで言ってくれてもいいんで、はい、締めます、はい、ということで、じゃあそうですね、どうですか、ちょっと今日のオーディションの雰囲気。うーん、初めてじゃないですか、こういうのプロスピでやるのって、ね、だからリングの中ですね。そう、ちょっとこれ、某あれを意識したかもしれんけど、ちょっと俺もやりすぎたかと思って言うのね、それは。気になる人とかどうですか、います。あ、なんか僕と対戦して僕を倒したいみたいな人もいるみたいなんで、いたいた、うん、なんかカープ純正かなんかで、まあ、すごい真面目そうな子やったけど、でも、はい、戦い挑まれてるんで、あ、それはもう、ね、こっちも強気で。え、じゃあ今日やんの。あ、もうその方が挑んできたら。それではですね、一グループ目のからどうぞ。めっちゃ見られてる、めっちゃ見られてる。カープ、カープ、カープ、広島、広島カープ。そんなキャラやった。え、なんて、なんて。甲子園出たの。はい、広島。一億円。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。え、大丈夫、大丈夫。膝に対するエコ。じゃあ座ってもらって、座ってもらって、はい、お嬢さん、はい、これ何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 、事件で目が覚めました。マジで面白いわ。じゃあまず自己紹介の方、僕がちょっとお名前言っていくんで、一人ずつお願いします。まず王ちゃんさん。はい、福岡県からやってまいりました、王ちゃんです。おプロスピ歴4年、うん、仕事は、家業を継いで農業をしております。へー、農業してるってことで、夢が追えなかったんです。うん、もう絶対これをやらないかんって決められなかったんで、うん、で、もう漠然とした気持ちでやってたんですけど、このプロスピに出会ってもうドハマりして、うん、趣味がなかったんですよ。うん、もうパチンコばっか行きよって、一緒一緒、プロスピ最高やなと思って。真面目やな。絶対そんな感じなかった。いや、ちょっととりあえず、とりあえず、はい、プロスピの実力的にはランク戦最高打率7割6厘。はい。7割、あ、そうですね。7割6厘。はい。iPhone? いや、iPad です。あ、iPad、はい、なるほど。OK、そうです。ちょっと、大です。はい、ちょっとまた、他の方もいるんで、ちょっと、はい。じゃあ次が、和田郷さん。はい。じゃあ自己紹介お願いします。はい。ユーザーネームは、和田郷って言います。僕はプロスピを、ちょうどリリースした時からやっていて、僕にとってプロスピって、もう青春なんですよ。うん、もう中学、高校と、
もう休み時間であったりとか、もう放課後とかもずっと友達とこのリアタイやってて、もうルーム戦ずだったんですけど、なんか友達にいつも勝つたびに、お前所詮キャラゲーだみたいな感じに言われて、なんか実力ないみたいに言われて、でも、VIP さんがこの前、このプロスピアローのこういったあの企画を準備してくれたんで、1個ちょっと僕から1点だけちょっと皆さんに、うん、いいですか、はい、この3方、4方です、4方を前にして、ちょっと弱気になるのではなく、強気で自分のことをしっかりアピールして、採用されることだけ意識して、やっていきましょう。最後、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいな。次、アイドルマン、はい、お願いします。今回、栃木県から来ました、アイドルマンです。リップさんの出身地は伊丹市に、自分ちょっと半年ぐらい仕事関係で行ってまして、本当、小屋池の近くに。おお、もうバリバリ近い。はいはいはい。それも何かの縁かなと思って、はい、で、自分ずっと有名になりたいっていう、なんか、フォルムにあったんで、これでいい機会だなと思って、思い切って応募しました。なるほど。よろしくお願いします。お願いします。シャオ、シャオさん。はい、はい、名古屋から来ました、はい、プロ野球大好き、プロスピも大好き、パチンコスロットも大好き、シャオと言います。そうや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 。しかも、俺の帽子かぶってるからね。そうです。今日はアピールするのは VIP さんの帽子と、うん、G さんのスカモア T シャツ、バッチリキス、バッチリキスさせてもらって。おそろいですね、今日。それ、右手の軍隊は専業のアピール。あ、専業か。やっぱりそうですね。これで、あのプレイヤーレベル測れるんで。いや、俺はだから戦闘機です。ちょっと、じゃあ、はい、じゃあ後でじゃあ質問させてもらいます。あ、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、マヒさん。はい、お願いします。大阪からやってきました、はい、マヒロです。はい、今カップルで活動してて、で、VIP さんのオーディション動画見たんですよ、はい、もう VIP さん、俺の彼女のこと好きすぎて俺に一切触れてないんですよ。めっちゃ可愛いですね。だからちゃんと連れてきました。え、結婚してるんですか。いや、結婚はしてないんですけど、同棲してます。ここで、はい、頑張って買って、VIP さんと仲良くなりたいなっていうのがあります。はいはいはい。じゃあ、ラスト第1グループラスト、藤健さん。はい、はい、お願いします。お願いします。こんにちは、広島県出身、22歳の藤健です。野球歴は15年で、甲子園にも出場しました。すごいな。あと、彼女のいない歴22年で、ノースキャンダルです。ノースキャンダル。ノースキャンダル。あ、そう、ノースキャンダル。あ、そういうことか、OK。 で、今年の4月から、歌手を目指して上京してきて、今月の26日に歌手デビューすることになりました。グループでやってます。ちょっとワンコーラス歌わせていただきます。確かに、ちょっと歌聞きたいですね。うん。よっしゃ。うん。生きてきた意味なんかわからないまま、すべて与えて帰ろう。あ、それ緊張するから分かる分かる。仕方ない仕方ない。水分が。じゃあ今ので一グループ目の自己紹介終わりということで、ちょっと気になった。藤健さんは甲子園球児ってことですか、はい、マジか。いや、それすごいなと思いました。ありがとうございます。いやー、これ難しいな。いや、みんな戦ってほしいねんけど、マヒさん、はい、と藤健くん、はい、戦ってもらって、はい、王ちゃんとシャオくん、はい、戦ってください。この2試合、とりあえず1グループ目は、はい、はい、じゃあ、試合開始ボタン押してください。お、うまい。おー、来ました。1、3塁。なんで3塁。やばいよ。おっ、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 俺に行く。待っとけよ。だって入場の時もめっちゃ見られた。めっちゃガンビさんやってたんですよ。くそー、くそー。これは配球だよ。まだワンアウトやから、まだワンアウト1人いる。フルカウント。
緊張するよな、ね、ここで普段やったらもっと打て出るよ。やらせる、やらせる。あーくそー、私くれたかった。0対0で、0対0のポイントで勝負な感じ。はい、おめでとうございます。うわー、痛かった。宮西さん得意なんですけどね、結構緊張した、緊張した、めっちゃ緊張します。お姉ちゃんも最初ね、めちゃめちゃ頑張ってたんですけど、うん、配球が多分ね、1枚上手だったかなって感じが、うん、やられたね。めっちゃ僕、じいさんと配球とか見ましたもん。あー、めっちゃ見ましたもん。マジで上手かったっす。そうだったっす。はい、じゃあ、グループ、最初のグループの1グループ目の2試合目ですね。はい、マヒさんと具志堅さん、はい、お願いします。試合開始、ボタン押してください。お願いします。お願いします。いや、あかんな。全然ちゃんとないし、もう。いや、これ最悪やな。うわ、いや、むずいな。めっちゃ緊張するわ。おー、いいね。おー、強いわ。おい、まだ延長かよ。あ、めっちゃ緊張する、やばい。あ、なんだ、死んでも、すごい。よし、いやあ、まあ、結局今ヒントすごい、ゼロゼロやから、これまあ分からない、ポスターやから分からない。けども1点入れたら勝ち、具志堅さんが1点入れたら勝ち。ポイントにしたら先行勝ちなんで。あ、そっか、そうです、先行ちょっと言います。ああ、ポイントに入れるのが分からないか。ああ、いいね、具志堅返し。ああ、いいね、みんな使わない。ゲッツーか三振取れた。ゲッツー出たらでかいよ、これ。おっ、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 おぉ、バントみたいな。ああ、送りバント、送りバントみたいな。あ、もう行く、あ、やばいよ、行く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 、そこちゃうねん。そこちゃうねん、別に。なろうか、行くちゃうの。すごっ、やらしいゲームです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、2グループ目の方、登場してください。しゃあ、バチバチ行こうか、バチバチ行こうか。わかった。ペッチャンネルさんから自己紹介お願いします。はじめまして、ペッチャンネルという名前でユーチューブ活動してます、ケイと申します。去年の夏まで工場で普通に会社員として働いてたんですが、うん、その時にめちゃめちゃプロスピにハマって、やっぱゲームハマるとそのゲームの YouTube めっちゃ見るじゃないですか、うん、その時にビップさんだったりジーさんだったりクレアギさんの動画見て、やっぱ好きなことで稼ぐってめちゃめちゃいいなと思って、うん、自分自身結婚してるんですけど、え、嫁に一言も言わずに会社辞めて今 YouTuber として活動してます。今日はですね、そこにレイチャンネルさんという方がいるんで、自分自身もペッチャンネルなんで、うん、チャンネル対決して自分の実力見ていただければなと思います。サクラティさん、はい、お願いします。プロスピで10対1の喧嘩で収録しました。それ前やな。大物とかでも言ってたよ。まあ、プロスピとの付き合いはすごい長くて、中学生の頃からの PSP でね、すごい対戦しました、うん、で、プロ野球スピリッツエースに関してはリリース当時から始めてはいたんですけど、多分100万ぐらい課金して、携帯をトイレの中に水没させてしまって、まあ、データ消えて、うん、これ1回泣いたんですけど、まあ、そこからね、また課金し直して、うん、トータルでは1000万超えてるのかなっていう感じです。いや、なんかPR 動画の撮影雰囲気が結構なんか配信したことあったから、はい、そうですね、うん、なんかちょっとこうやってんのかなっていうので、まあ、そういう枠に、まあ、ちょっとこう候補として入れたって感じ。はい、わかりました。ちょっとまた質問します。はい、はい、じゃあ、次、りょうお兄さん、はい、お願いします。今、プロスピ、YouTube チャンネルで活動します、うん、りょうお兄と申します。まあ、自分はそうですね、高校の終わりぐらいからプロスピ始めて、まあ、2016ぐらいからですね。で、大谷さんが2016年バージョンを語ってまだ持ってるんですけど、その画像っていうか、うん、そので当たった時から、まあ、始めようと思ってガチで始めて、まあ、大学の人たちともやりながら、まあ、社会人とかなっていっても、うん、まあまあ、これからもちょっとやっていきたいなっていうところで、うん、YouTube 立ち上げて、まあ、ちょっとプロスピ愛に関しては誰にも負けない気持ちで来てるんで、まあ、ちょっと
福岡から2年前くらいに上京してきて、うん、まあ、家賃5万で今プロスピーやりながら、もうバイトしながらっていう感じで、なるほど、昔やってるんで、まあそうですね、頑張っていきたいなと思ってます。はい、わかりました。以上です。了解です。次は八嶋君。おい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 、お前らさ、プロスピ YouTuber の国来てんじゃねえの。ぬるいよ、ほんとに。俺らがラスト1枠入んなかったら、配信者の中スタッフ分かってないの。分かってる、みんな分かってるよ。埼玉から来ました、八嶋です。まあね、ちょっとぬるいなって思うんですよね、今。ちょっと前の方ね、詐欺すむわけじゃないですけど、ちょっと景気づけに一発ギャグやらせてもらっていいですか。オッケー、マイっていいですか。マイっていいよ。ちょっとパチン好きな方が多いのかなって思ったんで、うん、仕込んできました。はい。ショートコント、どうしても左打席に入りたいが監督に抗えない大工の源さんってやんねえ。ひらげちに戻してくれ。いやもうね、タイトルもちろん分かった。パチンコ売ってるやつからしたらすぐ分かったよ。分かりました。ありがとうございます。はい、次はトクさん。まあちょっと俺も思うんだけど、まあまずなんで俺を解説に呼ばなかったっていうのがまず一つ前になって、まあさっきのなんか試合も見てても全然、まあ正直その人たちもあんま喋ってないですもん、4人も。まあ俺だったらもう少し、まあプロスピに関して盛り上げるかなっていう、まあ俺がしゃべりだけじゃねえってことをちょっと感じた。でも俺本性出ちゃってんのに。じゃあレイちゃん。はい。プロスピエースの実況者をやっていますレイチャンネルです。実はですね、この日のために僕ネタをちょっと仕込んできたんですよ。ただ今日朝家を出る前にですね、妹の前と母親の前でやったらちょっとしらけちゃったんで、このネタはちょっともうボツにします。本当はこのキュウイと俺の顔が似てて、でこれをちょっと座らせると面白いかなみたいな。これで、はいはい、でまあまあその後もあったんですけど、まあさすがにちょっとそっちも撮ってもらっていいですか。あ、でも本当にちょっとドアップで、本当はですね、面白いネタをやってまあすごい盛り上げようかなと思ったんですけど、まあ僕自身もうなんかもっと真面目に VSP 杯にかける思いを伝えた方がいいなというふうに思ったんですよ。まあ、しらけましたし、家で、なんでちょっとね、今日手紙を用意してたんで、 VSP 杯にかける思い、天国にいる友達へ送る言葉。お前はいいやつだったよな。あれは高校の野球部の練習中に起きた突然の出来事でした。僕は一瞬で目の前が真っ白になり、監督さんが青ざめた顔で、ものすごい顔で駆け寄ってきました。それからすぐに、お前は病院に運ばれたよな。しかし、もうお前が生き返ることはなかった。その事件以来、なぜか学校で俺のことを見るたびに笑う友達、大好きな女の子でさえも俺の顔を見て笑う、あざ笑う、ものすごい悔しかった。俺はお前がいなくなったのがそんなに面白いのか。なあ、聞いてるか、前歯2本。あ、面白くないっすかね。いや、あのね、まあね、僕実は歯をね、ピッチャーライナーで、ね、いたおりまして、歯の神経死んでるんですよ。まあ歯はね、大事にしましょうということで、おい、ここにいるやつら、歯が前歯2本折れて学校でね、満面の笑顔で入れる、入れないよな。分かった分かった分かった。あ、分かりました。分かった、気持ちは分かった。ちょっとここからちょっとより質問して。あ、分かりました。失礼しました。 OKOKOK、 分かりました。どうですか、ちょっと質問となるんですか。サクラッキーさんめっちゃ気になるんですけど、はい、お仕事何されてるんですか。今無職です。あ、仕事辞めて YouTube 始めたとかですか。そうですね、2年前ぐらいまで家族長でホストやってたんですけど。すごい、でかいな。でかいホストだよ。じゃあそのホストの資金を使って、うん、スピンお金使って。あ、そうです、そうです。あれ、ペッチャンネルさんって結構俺見たんですけど、はい、ありがとうございます。再生数持ってるじゃないですか。最近ありがたいことに。もう全然工場の時より稼いでるでしょ今。
いや、それは、あ、でも今は良くても、やっぱ、うん、こうあるじゃないですか。あ、一年ちょっと7再生数すごいね、すごい。しかも投稿頻度あれじゃないですか。はい、ツイッターも、俺より多分収益高いんで。あ、あんまり、そんなこと言われてない。これ、これ昨日から言ってない。俺より収益あるとかやってない。そんなこと言ってない。それ、多分変わる。いや、けど、いや、あるで、あるで、収益、こっちは。いや、なんかね、俺ちょっとこの YouTuber ワードとして今回ここ呼んでるから、なんかせっかくやったらちょっとオルニキ君に力を見てもらえたらと思ってやってほしいなと思って。ただここで負けたらもう出れませんっていうので、それでもオルニキ君でやりたいって人おる。はい、あれ。いや、これやるしかないです。下げてない、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 下げてない。でも、しかも本人は全然大丈夫です、練習してるんでっていう感じだから。まあ、誰かに向けて練習。俺もしてるんですよ、超高速してるんですよ。いや、これはけどみんなやる気やから、ちょっと俺がここで誰かお願いしますってのもないから、ちょっと一回じゃんけんで決めてほしいですね。マジっすか。やるから、ここに勝ったらより近づく。じゃあ行きます。いつ、それなさ勝ちましょう。じゃあ勝ちましょう。行きますよ。最初はグーね。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい！確定して、まあ、俺もし誰かでやるなら純正でやりたいです。あ、そしたら純正でローテ純正して俺、本来本戦出るんで純正球団じゃないか。いやいやいや、勝たなかったよ。勝たなかったよ、純正球団は。いやー、そっか、わかった。じゃあちょっととりあえず、まあ1試合今決定して、ちょっともう1試合ちょっとするかはちょっとこっちで今話し合って決めるんで、とりあえずこの第2グループはここで自己 PR は終了ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、第2グループですねの、リアタイをやってもらう1試合目は、オルニキ君とペッチャンネルさん、それでは、試合の方開始してもらいたいと思いますんで、ボタンを押してください。うわ、うわうわ、でかいでかい。なんかアウェーじゃねえ。アウェーやね。うわ、
マジでめちゃめちゃ焦った。はい、それでは、第2グループの2試合目、もう1試合だけちょっとやってもらいたいなと思って、その人を発表したいと思います。まず、サクラティさん。よし。おーと、レイチャンネル。よし。第2グループ第2試合、試合開始ボタン押してください。おやー、あー、あーちょっとずれた。配球のレイチャンネルって言ってるね。配球のレイだからなんだかって言ってるからね。なんだっけ。よし。おで。うわ。はい。まあ、エンチャルが。しおみ。あ、やばい。逃げる。ああ。おお。危ねえ。なんだこれ。また。ああ。きしょ。危ねえ。きしょ。レフトでファーストで。うわー、そうかー。よしよし。いやー、マジか、怖え。一発で決まるからなー。あっ、あー、いやー、今、引っ張り系がじゃなかったら抜けてんかったじゃん。うわー、よしよしよし。エンドです。うわー、マジか。手汗やばい。強いなー。手汗が強い強い。乾杯です。ありがとうございます。V スティッツカップですね。第1回 V スティッツカップに出場する方は